聚楽園大仏聚楽園公園は愛知県東海市にある公園である。この公園と保健福祉センター、健康ふれあい交流館を含めて幸せ村と呼ばれ、園内にある大仏は有名である。1916年、実業家の山田才吉が伊勢神宮外宮前の大旅館を移築し開園した料理旅館聚楽園の敷地が元となっている。1927年には才吉によって園内に聚楽園大仏が建立された。敷地内には才吉の邸宅もあり、晩年をここで過ごした。1944年9月から1945年10月まで、名古屋南部の工業地帯を防衛するため、名古屋高射砲連隊本部が設置されていた。1938年に名古屋の会社に所有者が移り変わった後、東海市の所有になる。1983年東海市は、聚楽園大仏と境内一を指定名称に指定したが、聚楽園旅館は1991年に取り壊し、同じ場所に1996年に青梅庵を新築した。健康と福祉活動の拠点として1997年4月に幸せ村として開業した。園内には各種広場のほか、保健福祉センター、健康ふれあい交流館、茶室、青梅庵、聚楽園大仏があり、ここから大池公園まで4つの公園をつなぐ散策道、平州と大仏を訪ねる花の道が設定されている。指定管理者は公園が東海施設管理協会、保健福祉センターと健康ふれあい交流館は愛好サービスとなっており、別個に管理されている。ありがとうございます。